篠崎さんってどんな学生時代を過ごしてましたか？ハマってたものとかありますか？高校の時は割とゲーセンが用意してました。篠崎さんがゲームセンター、ちょっと意外かもです。デートで行っても楽しいところですよね。デート UFO キャッチャーなら得意なんで、その欲しいものあったら取ってあげますよ。にゃ太郎グッズいっぱいお願いします。テレビアニメ、うちの会社の小さい先輩の話、次回。私ってこんな風に見えてるんですか？篠崎さんとは仲良し先輩後輩ですよね。